は今日の話題ですけどもね、えー、今日もゆるりゆるりとやっていきますけどもサムネイルでお分かりの通りね、えー、まあアマゾンでねある品物を注文して今日届いたんですけどもそのねアマゾンの箱がねちょっといつもと違って はい、えー、その箱がね、これなんですけども、まあ、サムネイルでね、あの、モザイクかかってましたけどもね、届いたやつがこれです。じゃじゃーんということで、はい、わかりますこれ。ね、絵が描いてますけども、はい、えー、よく見てください、これね。あいみょん。 ね、サードフルアルバム、美味しいパスタがあると聞いてっていうことで、あいみょんのね、なんか広告記事になってるんですね。これは、あれかな、あの、CD のジャケットかなんかになってる絵なのかどうか、ちょっとわかりませんけども、ね、あの、いきなしね、あの、アマゾンからね、この箱が届いた時に、あれと思ってね、なんか違うもの届いたかなって、最初ね、わかりにくかったんだけど、 ねえ、これ面白いね。ちょっとここ色変わってんのはね、あの、住所とかが貼ってあるシールをね、剥がしたんで、ちょっと下地が残ってますけども、はい、こんなね、変わり種の Amazon の箱です。ねえー、っと、一番上がね、こんな感じで、側面にもね、絵があります。はい、こっち、はい。あ、あい、あいみょなのかな、これ。あいみょなのかな。はい、えー、ここにもあいみょんね、サード。 フルアルバムね、美味しいパスタがあると聞いてということで、えー、特設、特設だ、<laughs> 言えてないね、特設サイトの,の QR コードがあるんで、これをピピッとこうね、スキャンすると、えー、サイトに行けるみたいだね。あいみょんのお似顔絵もここにあります。えっ、ー、と、この似顔絵とこの横になっている似顔絵はまた若干ちょっと違うんだね。で、これがね、こっちのへりね。で、反対のへりも、えー、ありまして、 はい、こんな感じになっております。はい、えー、ニューリリースっていうことで、これバラの絵なのかなね、トゲトゲの中鶴がビューンとなって繋がってますけども。まあ実際の植物ではこんなね、生え方はしませんけどもね、デザインとしてあります。これはクネクネってなってるけど、なんか文字になっているのかな なんか L のようにも E のようにも S みたいな感じに見えるけどもええとこれは何だろうアルファベットになってるんだろうかちょっとわからないですけどもこれがもし解読できてなんか文字がなんか読めた人はちょっとコメント欄にじいさんこれ実はこう書いてあるんですよっていうのを教えてくださいねなんかちょっと文字にも見えるよね うん、ただ単にデザインだけとは思えないんだけど。はい。えー、なんせちょっとびっくりしました。ね。えー、普通にこっちの横は Amazon。えー、反対にはこのね、開封するね、ペリペリがついておりますけども。えー、大々的にアイミョンのこのね、サードフルアルバムのコマーシャルとしてこういうプリントがしてあるということで。そう考えると Amazon というよりこれアイミョンさん のねこの事務所なのかレコード会社がすごくこのお金をかけてるというかねここもなんか文字書いてあるよねこれ何で書いたのあいみょんあいみょんコードボードレコードプレイヤーあこれレコードプレイヤーなんだね,ね CD の時代にこうレトロチックなレコードプレイヤーの絵その上にこうあいみょんさんがね転がってるとねこのまま回転するとこのあいみょんさん危ないよねこれ。 ね、レコードってどっち回転だっけ高回転か高回転か忘れたけどこれここはもう足挟んでるしここねレコード針にこうチク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 されるよねちょっとうんでよく見るとこのね着てる服もあいみょんの A になってるというねなるほどなるほどじゃあこっちも A になってるのかな A になってるねあいみょんの A だねうんこのほくろ顔のほくろなんかもこう微妙にこうね細かいところちゃんと演出してあるんだよ えー、こっちの絵でもね書いてあるけどほらほくろすごいねこのデコルテのところの表現とかこのね髪のボサボサ感とかね似てるよねあいみょんにねこれ誰が書いたんだろう本人が書いたのかしら ね、イラストレーターの人が描いたのかちょっとわかりませんけども、ね、えー、あいみょんファンの方はね、多分知ってるんだろうなとは思いますけども、まあ、なんせちょっとこういうね、面白いっていうかね、うん、いつもと違う箱で来たので、 じい、えー、さんちょっとびっくりしたっていうかねなんかラッキーというかねうん過去にもなんかこういう変わり種のやつってなんだっけドラえもんかなんかのやつがあったように記憶してますけどもたまにあるんだよねこういう広告バージョンのねアマゾンの箱ねちょっといつもと違っててねなんかこう普通に届いてああアマゾンからっていうよりかはこういうなんかちょっと絵柄があった方がなんかね気分がこう乗るっていうかねうん。 まあまあ、ね、えー、今日はちょっとあの <laughs>、珍しい箱が来たのでね、皆さんにちょっとご紹介しようかということで、まあ、昨日今日ぐらいに届いた方ってみんなこれ、こういう箱で来てるのかな、うん、と思うんだけどね、これ宣伝広告だからね。うーん、面白いね。なかなかこう、こうレコードのミニマムマックスのこのボリュームのね、このつまみとかね、この辺が細かいね、芸がね。うーん。 はい。で、じじさん、これ、何が届いたのっていうことなんですけども、まあ、今日ね、これ、あの、珍しい箱が来たよっていう、こう、短い動画なんだけども、まあ、皆さん、これ、中気になるよね。せっかくだからね、ね、これ、箱取っといても、しょうがないからね、これ、中身をじじさん、これ、使わなきゃいけないから。で、中身はね、えっ、ー、と、また、後日、ちょっとね、動画を作りますけども、 え何を頼んだかだけちょっと開けましょうって。開けましょうってこれ開けてる間にさほら。アマゾンミュージック。なんか出てきたよ。あこれ開封してよかったわ。細かいねこれ。すっごい。ほら。これアレクサアイミュンのニューアルバムをかけてって。ジジさんのアレクサ壊れてねまだねこれあの新しいの買ってないからこれできないわもう。 これアレクサ、生きててくれたらよかったのに、アレクサ、アイミョンのニューアルバムをかけてって、こうアマゾンミュージックのね、いいね、これ、こんな感じで。はいで、これ、じジさん、何が届いたかというと、じゃじゃーん、はい、えー、こんな感じで、裏返ってるんで、皆さん、何のことかわからないと思いますけども、ここまで見せたら、じジさんね、何買ったか見せてよっていうね、えー、そんな風に思うでしょうから。 えー、まあ、別動画にするとはいえですね、何が届いたかだけは皆さんに、えー、ついでなんでもうご紹介しましょう。はい、えー、届いたのはこれです。アーカソーのブレセブン l e <laughs> ねえ。 じいさんざんの前の動画でさアーカソーのことなんかディスってたよねって怒られそうなんだけど別にディスってないんだよ。アーカソーのこのブレイブセブン l e の、ね、購入にあたってちょっとあの買う人はあの事前に注意した方がいいよっていう動画でね別にあのディスってるわけじゃないんだよ。うん はい、えー。ちなみに、ジジさんは、これ、アマゾンで、えーえー、15980円のところ、2000円のクーポンが、ね、ある時に購入したので、13598円で購入しました、ね。アマゾンのポイント持ってる方は、さらにね、そこに加算して、さらにあの、安くね、買えると思いますけども。はい。今日現在も、まだ、あれかな。 2000円クーポンやってんのかなたまにやってるんで、えー、まだ、えー、今日もし15,980円で売ってるとしたら、ちょっと2000円クーポン出てくるの待ってから買うのもいいかもしれませんね。購入したい方は。って言っても、もうね、おとといか、昨日かな。昨日の夜ぐらいからね、今日もそうだけど、も GoPro Hero 9の話題でね、いっぱいなんで、もうね、このブレイブセブン l e なんてね、全然興味ない。 人多いと思いますけども、まぁ、あ、あのさんみたいなの貧乏 YouTuber は GoPro9 なんて当然買えませんので、えー、こういう格安スマホでね、いろいろ比較したりね、えー、音のね、えー、撮ってみたりね、遊んでみたいと思います。えー、前の動画でも言いましたけども、来月になりますと、XTU Max っていうね、えー、とこれの まあ、そっくりバージョンのちょっとね、4K60fps まで撮れるちょっと小ましなクラウドファンディングで、まあ、ゲットしたね、えー、アクションカムやってきますんで、それとの比較なんかもね、ちょっと楽しみたいなというふうに思っております。はい。ということで、中身は、あーアーカスーのブレイブ 7LE でした。これね、今日開封しません。もうね、あの、動画のね、内容が違いますので、はい。これはね、後日、またね、開封したいと思います。 はい。ということで、えー、今回は Amazon の箱、これね、いいね。アレクサ、あいみょんのニューアルバムをかけて、ってね。はい。ということで、あいみょんのね、アルバム広告があるということで、まあ、じいさんのね、これ、エコードットだっけ、壊れちゃってね、アレクサに話しかけられないというね、えー、寂しい思いをしておりますけども。はい。えー、ということで、えー、ちょっとこのあいみょんの珍しい箱、ね、 ゲットしてみたい。ゲット、箱だけゲットしてみたいという人いないかもしんないけども。えー、ちょっと貴重なんで、えー、ちょっとこれね、入手したいっていう方は、えー、近日ちょっとアマゾンにね、品物を発注してみてはいかがでしょうか。っていうね、えー、そんな、あ、今日は緩い動画でした。はい、えー、そんな感じで、ジンさんにはね、 えー、このチャンネルではこういう、ね、ゆるりゆるりとした、ねまあ、内容でやっておりますので気軽にまたあの遊びに来てみてください、はいえー。近々このブレイブセブンの、ねえー、動画も出したいと思います。ね、気になった方またあ、ねえー、また、あま、ア,ア,アマゾンじゃないわ、YouTube にいっぱいあのもう転がってますけど動画ね、うん。またちょっとなんかじじさんの視点で えー、なんか動画作れたらなと思ってますんで気になった方はまた遊びに来てみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうそれじゃあまたいみょん